さて皆様、大変お待たせいたしました。ただいまから第2部を上演いたします。第2部では広島の悲しみと平和の祈りと題しまして、港正明作曲の歌曲をお送りいたします。演奏に先立ちまして、作曲者からいただいておりますメッセージがございますので、ご披露をさせていただきます。まずはじめに、この度7月に西日本が襲われた大豪雨で亡くなられた方々のご冥福を心から祈念いたしますとともに、一刻も早く被災地の皆様が平穏な日々を取り戻されますよう心から祈念いたします。そして今から73年前に思いを馳せ、原爆の犠牲になられた御霊の冥福を心から祈念いたします。さて、私たち人間は今までに何度も戦争の歴史を繰り返してきました。戦争は膨大な国費に加えて多数の尊い命を犠牲にする、まことに愚かな行為といっても過言ではありません。戦争の原因としては宗教の違い、人種差別、経済格差などいろいろ考えられますが、要するに自国の利益、正当性のみ主張し、相手国の利益、正当性を認めようとしない、利己的な自己中心主義がその根本原因と考えられます。各国間の紛争は安易に経済制裁や武力の威嚇によって解決を図るべきでなく、お互いに相手国の言い分を十分理解した上で、お互いに譲歩し合う友好的対話外交こそが唯一最善の解決策ではないでしょうか。しかし、戦争はないに越したことはありません。そこで私は世界各国の人々にこう呼びかけたいと思います。世界各国の人々は、それぞれ同等の価値を持って尊重されるべきであり、お互いに不戦を誓い合い、仲間として手をつなぎ、互いに相手を思いやり助け合って、共に平和な明るい未来を築いていこうではありませんかと。私たち日本人は先の戦争を深く反省して、不戦の誓いを立て、平和憲法を作り、たゆまぬ復興の努力により今日の繁栄を築きました。けれども、被爆73年を迎えた現在では、緊迫した世界情勢に動揺し、戦後の反省により、あれほど固く誓った不戦の誓いも忘れ、我が国を戦争ができない国からできる国に方向転換するため、平和憲法さえも改正されようとしています。それゆえ、私たちはより一層平和の大切さ、尊さを切実に自覚、認識し、断じて我が国が二度と戦争を起こしたり、これに巻き込まれて子孫が戦火を受けることがないよう、平和憲法はどんなことがあっても死守しなければなりません。我が国の憲法はその前文に、恒久平和を崇高な理想として掲げ、日本国民は国家の名誉にかけ、全力を挙げてこの崇高な理想と目的を達成することを誓うと宣言しています。現に、ああ、なんという立派な素晴らしい宣言でしょう。恒久平和こそは私たちの、いな、全人類の悲願です。恒久平和は世界中の人々がお互いに不戦を誓い合い、相互扶助の愛の絆で結ばれて、夢と希望に満ちた明るい未来が共有できるよう、不断の努力をすれば、決して見果てぬ夢ではありません。私たちはネバーギブアップ、決して諦めてはなりません。世界に平和がくまなく訪れ、
平和の鐘がこの地球上にくまなく鳴り響くよう、みんなで一歩一歩努力し、平和の世がいつまでも続くよう祈ろうではありませんか。さて、私は今から73年前の昭和20年、1945年8月6日に、あの忌まわしい原子爆弾が広島に投下され、当時、安田高等女学校、今の中学校1年生の姉を失いました。私より2歳年上の姉は、私が10歳の時、広島市内の材木町で動員学徒として建物疎開の作業中に被爆して亡くなったのです。まだ若い姉の命を突然無残に奪われた、この深い悲痛な心の傷は今もなお決して癒えることはありません。私は原爆がもたらした未曾有の深い悲しみや苦しみが風化しないよう、昭和の最後の歌の語り部として、次世代の人々に残しておこうとして、組曲広島を作曲いたしました。私は原爆で姉を亡くし、戦争、とりわけ原爆の悲惨さを目の当たりにし、身をもって体験したものとして、この度広島の平和に対する切実な思いを歌を通して多数の人々に訴える機会が訪れましたことは、誠に有意義であり感慨無量に存じます。原爆で非業の死を遂げ、今は天国から私を見守ってくれている姉、いな、平和を切実に希求する世界のあらゆる人々に、広島の悲しみと平和の祈りと題したこの歌を捧げたいと思います。まず最初に歌っていただく曲は、慟哭の歌です。原爆は未曾有の甚大な惨禍をもたらしましたが、中でも最も悲惨に思われますのは、真夏のさなか、動員されて働いていたおびただしい数の少年少女、学徒の無残な死でした。最愛の家族を亡くした遺族、とりわけ我が子を亡くした母親の嘆き悲しみはいかばかりかと思われますが、それを和歌に詠まれた方もおられました。本曲はそれに曲をつけさせていただいたものですが、歌詞の真意を理解するには、それを読まれた方の背景を知る必要があります。そこで次にその手記をご紹介いたしたいと思います。本地静代さんの手記。私の娘文江は当時県立広島第二高等女学校の2年生でした。私は原爆が投下された翌日の7日の早朝から娘の安否を尋ね回り、午後2時ごろにやっと娘の学校の校舎にたどり着きました。すぐに娘の安否を尋ねますと、作法室に案内され、これが本地さんですと指さされた方向を見ますと、
そこにはひどい怪我ややけどをした体が横たわっており、全く我が子の面影はなく、にわかにこれが我が娘とは信じられませんでした。でも私は恐る恐る、ふみえちゃんなの？と呼んでみました。すると、ああどうでしょう、お母ちゃんとか細い声で呼び返したではありませんか。苦しいながらも精一杯甘えようとする我が子に、私は思わず駆け寄りましたが、どうすることもできず、変わった姿になったねと声をかけ、あとは狂ったように泣くほかありませんでした。その後娘は私が手助けして極上を済ませ、水筒のお茶をおいしそうに飲み干しました。けれども、やっとせっかく親子が巡り会えたというのに、それからわずか14時間後の8月8日の午前4時に、お母ちゃん、お母ちゃん呼ぶ声も哀れ、一人寂しく永遠に帰らぬ旅に先立ってしまったのでした。福原千恵子さんの手記。私の娘幸子は当時県立広島第一高等女学校の教諭として奉職中でしたので、私は娘の安否を気遣って8月7日、8日と市内をあちこち探し回りましたが、どうしても見つかりませんでした。ところが11日になって、やっとふるさとの世羅郡に帰ってきましたので、親子で互いに喜び合いました。朝礼の時に被爆し、倒壊した校舎の下敷きになったと言っていましたが、見たところ外傷はなかったので、安堵の胸をなで下ろしていました。しかし娘は実は多量の放射能を浴びていたのです。やがて下痢や42度の高熱をして、痙攣の発作を起こし、ひどく苦しんでいましたが、私は死ぬことが一番恐ろしく嫌でしたが、今は安心していけます、さようならと、けなげに鉛筆で書き残して、8月17日に永眠いたしました。私は母妃に、いたわしや戦のために散りし子は、まじかく開く花のつぼみを母心と刻み、今は亡き娘のエコーをしています。松田幸美さんの手記。私の長男利彦は当時広島第一工業学校の3年生で、船入本町の富国製油に動員されていました。この動員先に向かっている途中、高野橋停留所の電車の中で被爆しました。しかし8月8日の晩に疎開先の西条の家に帰ってきましたので、本当によく生きて帰ってこれたねと母と子で互いに喜び合いました。けれどもその後はずっと苦しみ続け、介護むなしく、ついに8月21日の夜、永遠の眠りについてしまいました。私は現在、戦争は絶対してはいけないこと、原爆の恐ろしさ、
平和の大切さを若い人たちによく知ってもらいたいと思い、原爆の語り部として頑張っています。さて、それでは慟哭の歌。この慟哭とは大声を上げて泣くという意味の言葉ですが、原爆で愛する我が子を亡くした母親の嘆き悲しみがいかに深いものであったか、その切ない思いがいかに歌に表されているかお聞きください。歌っていただきますのはオペラ歌手、その他各方面でご活躍中の住川幸恵さんです。そしてピアノで伴奏していただくのは、同じく現在各方面でご活躍中の前田真理さんです。それでは住川幸恵さん、前田真理さん、どうぞ拍手でお迎えください。それでは歌、住川幸恵さん、ピアノ前田真理さんで慟哭の歌、お聴きください。
続いての歌、人間を返せは、昭和26年1951年に発刊された原爆詩集に序として載っている峠三吉の有名な詩に作曲したものです。本曲はかけがえのない人の命、それを礎として築いた平和の尊さを何度も返せ返せと悲痛な叫びを繰り返して聴く人々の心に激しく訴える、まさに迫真の歌と言えるでしょう。それでは峠三吉作詞、湊正明作曲、人間を返せをお聴きください。Thank you.
次の歌は折り鶴の歌です。平和公園内の原爆のこの像や動員学徒慰霊塔などの周りにはいつも色とりどりの折り鶴が捧げられています。これらの折り鶴には原爆で亡くなった人々のことを思い平和を願う純真な心が込められています。本曲はその心情をけなげな平和の使者折り鶴に投影しメルヘンチックに表現したものです。世界中の人々がこの歌の中の折り鶴になぞらえこぞって平和の心を育み平和のために行動し祈りを捧げるならば恒久平和の実現も決して見果てぬ夢ではありません。それでは湊正明作詞作曲折り鶴の歌をお聴きください。
さあ皆様いかがでしたでしょうか。折り鶴の歌お聴きいただきました。続いての歌は最後のさようならです。私たちはこの世に生を受けた以上、誰もが遅かれ早かれ嫌おなしにこの世から永遠に別れを告げる時がやってくることを覚悟しなければなりません。この天寿による最後のさようならは致し方ありません。ところが戦時に出征する兵士は家族や恋人などに最後の別れを告げ、表向きはお国のためと言いながら大勢の人々が戦場に駆り出されて亡くなりました。なんという理不尽な無残な死に方でしょう。本曲は特攻隊として戦場に赴く恋人から最後の別れを告げられた女性が歌う歌劇の悲劇的なアリアを思わせ、永遠に会えなくなる別離の深い悲しみの声が私たちの胸を打ちます。それではもう一度お二人に登場していただきましょう。お願いいたします。それでは港正明作詞作曲最後のさようならをお聴きください。
さて、次にお届けする曲は、あなたに会える街という大変ロマンチックな題の曲です。この曲は平成12年2000年に広島市が募集していた広島の歌に応募されました田畑幸子さんの歌詞に曲をつけたものです。田畑さんは当時女性だけで構成された歌の団体花の首飾りの歌手として活躍しておられましたが、今なお古典名作の朗読者として活躍されています。それでは田畑幸子作詞、港正明作曲、あなたに会える街をお聴きください。Thank you.
さあ皆様いかがでしたでしょうか。とてもロマンチックな歌詞に美しい歌声ということで、このひととき楽しんでいただいておりますでしょうか。ありがとうございます。ありがとうございます。実は今日はこの素晴らしい歌を作詞されました田畑幸子さんが客席にいらっしゃるということをお伺いしたんですが、いらっしゃいました。どうぞステージに上がっていただいてもよろしいでしょうか。皆様ちょっとインタビューしてみたいと思いますが、よろしいでしょうか。どうぞお上がりください。はい、それではどうぞこちらの方にお願いいたします。どうぞどうぞ。お邪魔します。はい、皆様今の詩を書かれた田畑幸子さんです。田畑です、よろしくお願いします。はい、今の実際作詞された歌をお聞きになって感想というのはいかがでしょうか。はいはい、嬉しい恥ずかしいでございましてやっぱり歌っていただくとこうなんかもうずいぶん前ですから、自分が作ったのが、はい、なんかその時にどういう思いで作ったのかなっていうことがこう蘇ってきますし、実感がこう湧いてきていいですね。なるほど、はい、ありがたかったと思います、うん。はい、広島市が、はい、募集をしたものということ で、はい、田畑さんはご出身はどちらですか。私は東京で育っているので広島ではないんですけれども、はい、まあその前から広島にいたので応募してみようかなと思いまして、はい、あ、なるほど、はい、じゃあ田畑さんがご覧になった広島のイメージというのも中に入っている、はい、ということでしょうか。そうですね、はい、だから港さんがその2番の歌詞をとても好きとおっしゃったその原爆に関する、はい、歌詞もそうなんですけれども、はい、私にとってはもっとこうなんか新しいっていうか、どんどん変わっていく広島みたいなものも感じていたので、はい、両方入れたかった感じはあります。はい、なるほど、はい、やっぱりまあずっと広島にいる方とまたちょっと他から来られた方の見るところっていうのは違うかもしれないですね。はいはいはい、なんかこう希望のようなものっていうか、はい、誰にとってもいい街であってほしいっていう気持ちがありました。なるほどね、はい、作詞というのは以前からされていらっしゃったんですか。ないですね。詩を書いたり文章を書いたりすることは好きだったんですけれども、はい、改めてこうちゃんとこう言葉を揃えていかないと何番何番ってできないので、こういう経験は初めてでした。そうですか、はい、今後また詩を作りたいとかっていうのはありますでしょうか。いや、もうちょっとその後作って応募したら落ちたりしましたのであんまり希望はないんですけども、今朗読する方をやっていますので、はい、まあ、作ることはなくても人の書かれたものを読んで表現することは続けていきたいと思ってます。そうですね、はい、朗読者として本当にご活躍してらっしゃいまして、 いろんなところでお名前を拝見することがあるので、皆様もぜひこれを機会に何か見られたら、あの方だと思って行ってみていただけるといいですね。はい、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はどうもありがとうございます。今日はおめでとうございました。あなたに会える街の歌詞を書かれた田畑幸子さんでした。もう一度大きな拍手をお願いいたします。はい、どうもありがとうございました。実は私もこうやっておしゃべりをするというか、そういうお仕事をさせていただいてますので、こういう司会のお仕事もしますけれども、あとはテレビのコマーシャルをやったりとか、ラジオのコマーシャルとか、電波に乗ることも多いんですが、その朗読といったところ、長い文章を読むというのもなかなか難しいなというふうにいつも思ってまして、田畑さんの朗読会にも何度か行かせていただいて、いろいろと勉強をさせていただいたりしているので、今日は本当にね、お目にかかれてとても嬉しいなと思いました。また歌詞というのは、さっきもおっしゃってましたけれども、歌になるので文字を合わせるっていうのはとても大変なんだろうなというふうに思います。でも文章を作るのはとても楽しい作業かもしれませんので、ぜひ皆さんも、よし私もと思われた方がいらっしゃいましたらね、何かの時にそういう制作というのもしてみられたらいかがでしょうか。さあ、こうしてお話をしている間に
いろいろなものがステージには出てまいりました。次の曲は市民農園音頭です。朝北区白木町の下三田にある三田市民農園では毎年11月下旬に市民農園収穫祭が行われるんですが、この曲はその時に歌い踊るために作曲されました。今日は踊りなんですが、皆様ステージの上でぜひご覧になっていただいてよろしいでしょうか。踊りですね。ありがとうございます。歌の方は少し休ませていただきまして、 CD の市民農園音頭に合わせてこの舞台で踊りを披露していただきたいと思います。踊っていただくのは花八木清彦藤の会の皆さん、振り付けは花八木弘彦さんです。それでは市民農園音頭です。どうぞお楽しみください。市民農園に
い、どうもありがとうございました。見事にくす玉が割れましたね。よかったです。どうぞもう一度大きな拍手お願いいたします。踊りは花やぎ清彦藤の会の皆さんでした。とても優雅な踊りでしたね。またくす玉が割れて収穫祭というのが出てまいりまして、とても華やかな感じになったのではないかと思います。まあ、11月に行われる収穫祭に合わせて作詞作曲をされてこの踊りがあるということなんですけど、皆さんが手にきれいなスカーフっていうんですかね、布を持って踊ってらっしゃいましたけれども、あれにもしっかり意味があるんですね。色とりどりでしたが、例えば1番ですと山深き白木のふもと、ここで緑色の布が出てまいります。それから桜咲き小鳥を迎え、これはピンク色ですね。水清き三笹の流れでブルーというふうに歌詞に合わせてそういった色の布を準備されて、それもこの歌詞に合わせて踊りの中に取り入れてということなんだそうです。本当に優雅な中にもいろいろと考えられた振り付けなんだなと思いながら拝見していました。またきっと11月、もうすぐですね。今も9月ですから、秋になりますとこの収穫祭でたくさんの方が集まってお祝いをしながら踊られるのではないかなという気がいたします。さあ、それでは続いての曲は平和の園です。再び歌手住川幸恵さん、ピアノ前田真理さん、拍手でお迎えください。どうもありがとうございます。お花も届いたようです。ありがとうございます。さあ、続いての曲平和の園は、平和をアピールする歌碑や歌のボックスがあり、しだれ桜やつるばら、ボタン、シャクナゲなど四季折々の花が楽しめる美しい庭園に平和の願いを込めて作曲されました平和の園のテーマソングです。それでは平和の園、どうぞお聴きください。
さあ皆様いかがでしたでしょうか。先ほどの市民農園音頭、それから今の平和の園なんですが、実はこの歌詞を作詞されたお二人も今日会場に来ていただいているというふうに伺ってるんですけれども、いらっしゃいますでしょうか。竹内様、岡野様、いらっしゃいましたらちょっとステージの方に上がっていただければ大変嬉しいんですけれども、いらっしゃいますか。ありがとうございます、ありがとうございます。どうぞお願いいたします。ありがとうございます、ではまず、市民農園音頭を作詞されたのが竹内忠春さん、はい、はい、ありがとうございます。そして平和の園を作詞されたのが岡野正義さん、はい、そうそう、はい、どうぞお二人に拍手をお願いいたします。ありがとうございます。じゃあまず竹内さんからお伺いしたいと思うんですが、はい、さっきあのステージで皆さんが華麗な踊りを見せてくださいましたが、ご覧になって感想はいかがでしょうか。まあ、市民農園ですね、私が勤めたのが第1回の平成11年の時からです。それで今年で19年ですね。4月に私は市民農園の運営委員も、それから毎週土曜日をですね、当番として1日勤めてたんですが、これも一応辞めさせていただきました。もう83歳の高齢で、だいたいもう79で終わるんですが、私はもう83まで勤めさせていただきました。そういうことです。あ、いやいや、お若いですよ。本当に今お年を聞いてびっくりいたしました。私、ね、足を鍛えて今グランドゴルフとかあれですね、ゲートボールをやってるんですね。なるほど。それから食べることをですね、まあ特に牛乳とか、はい、あれですね、それからカルシウム、糖分、まあタンパク質、はい、そういったものを兼ねてですね、食事を妻に取らせております。ああ、なるほど、はい、長生きの秘訣までお伺いすることができますね。いいですね、はい、それでは岡野さんの方にお伺いしたいんですが、はい、実際平和の園の歌をお聞きになった感想というのを教えてください。そうですね、とても感動しました。自分で作詞して、曲はですね、私も時々歌うんですけど、はい、やはりプロの方が歌うとですね、はい、全然もう感じが違いました。あ、そうですか、はい、どういう思いでこの曲というか詩を作られたんでしょうか。やはり戦争というのはですね、私も、まあ、原爆の体験者ですので、はい、この詩と同じようにですね、戦争は絶対にあってはならないと、うん、そしてこれからもですね、ずっと平和が永久的に続きますように、そういう願いで作らせていただきました。あ、そうですね、美しい庭園の風景というのが目に浮かんでくるような詩ですね。そうですね、はい、大体、うん、平和の園というのはこういう構想で作られるというのをちょっと聞いてましたので、はい、それでまあそれに、まあ、私大体こういうものができるんだろうという感じで作らせていただきました。そうなんですね、はい、これからも何かこういう文章を作るとか詩を作るということはありますでしょうか。大体こういう曲ではなくて演歌の方が専門で。あ、なるほど、演歌、はい、演歌ばかり作っております。あ、そうなんですね、はい、またそちらの方も今度ね聞いてみたいなと思いますが、では竹内さんの方はこれからまたちょっと詩を作ってみようかなというのはありますでしょうか。体のことです。何のこと。まあもう年が年ですからね、今頃よく物を忘れるんですね。まあ食べることとか、まあ実際にあれですね、必要なことは覚えてるんですが、なかなかあれですね、昔のようなことに行きません。ああ、でもね、この踊りを見るたびに、うん、
曲を聴くたびにいろんなことをまた思い出していただければと思いますね。はい、頑張ります。そうですね、いつまでもどうかお元気でご活躍をお願いしたいと思います。市民農園音頭平和の園の詩を作詞されました竹内忠治さんと岡野正義さん、お二人にどうぞもう一度大きな拍手をお願いいたします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。きっとね、いろいろな思いでステージの踊りや歌も聞いていただけていたのではないかなと思います。どうもありがとうございました。さあ、それではそろそろ本日最後の曲になります。最後は平和の鐘です。この曲は幾多の荒波風雪に耐え苦難の道を乗り越えて生きてきた人々や、これから生きていこうとしている人々に希望や勇気を鼓舞しようとして作曲されました。それでは本日最後の曲、平和の鐘、どうぞお聴きください。Oh.
どうもありがとうございました。今日午後1時から始めてまいりました愛と平和のコンサート、皆様いかがでしたでしょうか。お楽しみいただけましたでしょうか。ありがとうございます。原爆がもたらした悲しみや苦しみを乗り越えて、最後には世界中に平和の鐘が鳴り響くということで、きっと晴れ晴れとしたお気持ちになっていただけたんじゃないかと思います。それではただいまから花束の贈呈を行いたいと思います。まずは本日ピアノ独奏をしてくださいました戸木井貴子さん、どうぞステージにお進みください。ありがとうございました。それでは花束を贈呈いたします。ありがとうございました。続いて素晴らしい歌声を聴かせてくださいました歌手の住川由紀恵さん、ステージにどうぞお進みください。ありがとうございました。では花束の贈呈です。ありがとうございました。そしてピアノ伴奏者の前田真理さん、どうぞお進みください。どうもありがとうございました。では花束の贈呈です。ありがとうございます。そしてこのコンサートを開催し、本日のすべての曲を作曲プロデュースした湊正明でございます。どうぞステージにお進みください。まずは出演者の皆さんと握手を交わしていただきたいと思います。お願いいたします。それでは花束を贈呈いたします。お願いいたします。おめでとうございました。はい、ありがとうございます。花束の贈呈をさせていただきました。それではここでコンサート開催者からお礼のご挨拶をさせていただきます。本日のこのコンサートは我が人生、我が夢のすべてをかけたものと申し上げても過言ではありません。このコンサートにこのように大勢の人々の出席をいただきました。その喜びと感激はとても言葉では言い表せられません。誠に光栄に存じますとともに、長年にわたり
最後までご臨席いただきましたご来場の皆様、本当にありがとうございました。心から熱くお礼を申し上げます。また先ほどは素晴らしいピアノ演奏や歌を聴かせてくださいましたピアニストや歌手の皆さんにも心から熱くお礼を申し上げます。それからまた先ほどは大変優雅で華麗な踊りを披露されました踊り子の皆様にも心から熱くお礼を申し上げます。それから素晴らしい歌詞を作詞され貴重なお言葉をお聞かせくださいました各位にも心から敬意を表しますとともに熱くお礼を申し上げます。そして本日司会やその他いろいろお世話になりました各位にも心から熱くお礼を申し上げます。終わりに臨みまして皆様におかれましてはご自愛の上今後ますますご活躍されますよう心から祈念いたしますとともに本日ご来場になられました皆様とはまたいつの日かお元気で親しく再会する機会が訪れますよう心から祈念いたしましてお礼の本当に長い歳月を経て夢を実現されました湊さん、おめでとうございます。どうぞ皆様今一度盛大な拍手をお願いいたします。そう、高々と花束をあげていただきましょう。本当におめでとうございます。そして本日素晴らしい演奏歌声を聞かせてくださいました出演者の皆様、また優美な踊りを披露された皆様、本当にありがとうございました。ご来場の皆様にも温かい拍手をたくさん頂戴いたしました。本当にありがとうございます。これをもちまして本日の愛と平和のコンサートは閉幕とさせていただきます。皆様長時間にわたりましてお付き合いいただきありがとうございました。どうかお忘れ物などありませんようにお気をつけてお帰りください。本日は誠にありがとうございました。よかったら手を振って皆さんとお別れがしたいということですので手を振っていただいて皆さんにもありがとうございました。ありがとうございました。どうかお気をつけてお帰りください。本当にありがとうございました。